こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこのバイクからロボットに変形するフックトイです。それでは見ていきましょう。ということで、まあ、2つあるんですけど、こっちが日本で発売されてるやつで、こっちが韓国行った時に買ったフックトイですね。こう2つちょっと見比べていこうかなと思います。まずはこっちの日本の方ですね。高速戦士ハイパーモトバトロンということで、このバトロン系ですね、 C バトロンとかアニバトロンとか出してるザ・アクセスさんのやつですね、のこの黒が売ってたので黒にしました。で、他のラインナップ的には、白と赤かな、があると思います。で、この黒がこれかな、レーサータイプですかね、で、それぞれの変形が載ってます。で、アクセスと製造がヒーローになってます。それでは開けていきたいと思います。中身を取り出すと、このバイク一つが入ってます。で、こう見ると警察のバイクなのかなっていう感じがしますね、スペシャルポリスって書いてますね。で、結構塗装とかしっかりされてますね、で、まあここちょっとはみ出しとかあるんですけど、まあそこはいいですかね。こういう感じになってます。で、しっかりとこのハンドルが造形されてたりとか、このタイヤとかの、こういう模様とかもしっかりと造形されてるので、いいなと思いますね。で、成型色的には黒と灰色の2つかな、で、しっかりとこうネジ止めとかピンとかもあって結構、いい作りなんじゃないかなと思いますね、これは。で、この倒れないこれもあるのでいいですね。で、このコロがタイヤが回るのでコロ走行させることができます。このような感じです。それでは次はこの韓国で買ったバイクからロボットに変形するフックトイ見ていきたいと思います。会社がこれマイストでいいんですかね、フレッシュメタルサイコンズトランスフォーマブルモーターサイクルって書いてますね、で、こういうこれがクイックリップでいいのかな、クイックリップで、後ろにラインナップあるんですけど、めちゃくちゃ多いですよねこれ、いやで、個人的にこれ欲しかったんですけど売ってなくて、この赤いのにしました。なんかこれがなんか一番こうここに来てる一番最初に来てたので、買いましたね。で、だいたい変形の仕方的にはちょっと、同じ感じなのかなと思いますね、それではこれも開けていきたいと思います。中身を取り出すと、このバイク本体とこの説明書が入ってます。これはこのバイク、このロボットからバイクへの変形と、このバイクからロボットへの変形がめっちゃ簡単に書かれてますね、それでは見ていきましょう。このクイックリップの見た目はこのような感じになっています。どうでしょうか。やばくないですか、このクリアパーツ使ってるし、このメタリックのボディプラスこのね印刷とか、あとメッキもありますからね。ちょっとやばいですよねこれ。これ確か1000円くらいだったんですよ確か、ちょっとやばいですよね。ちょっとこのクオリティはすごいな。めっちゃメッキ使ってますからね、いやでもなんかこう若干こうカッチリしないっていう感はあるんですけど、あ、ちょっとこのこれゴムですねタイヤの、やば、ちょっとすごいですね。ちょっとこれフックトイなんですね、ちょっとカッチリしない感はちょっと否めないんですけど、すごいな、ここはプラスチックですね、色分けとかも、結構あっていいですね、このような感じですね。それでは次はこの2つバイクでちょっと見比べていきたいと思います。どうでしょうか、結構バイクの見た目としてはこっちのモトバトロンの方が、バイクっていう感じがするのかなと思いますね、で、このなんだろう、材質とか見た目的にはこうこっちの方がまあチープ感はありますね、まあなんですけど、こっちはネジとかピンとか使ってるので、作りはすごいしっかりしてるんだなっていう感じはしますね、で、こっちの
はい、クイックリップはこうなんか一昔前のちょっと日本のチープトイフックトイみたいな感じがしますね。メッキ使ってたりとか、うん、っていう感じがしますね。でも結構豪華ですよね、こうメタリックの塗装とかって。うん、でまあ果たしてこれロボットモードにはどうなるのでしょうか、ということでこっちの元バトルの方をロボットモードにしていきたいと思います。変形。それでは次はこのクイックリップをロボットモードに変形させたいと思います。変形。モトバトロンレーサータイプクイックリップロボットモードです。それではこっちのモトバトロンレーサータイプから見ていきたいと思います。モトバトロンレーサータイプのロボットモードはこのような見た目になっています。どうでしょうか。うーん、これ自分の変形のさせ方が正しくないのかわからないんですけど、これ立たないんですよねこれ。っていう感じかな。でこうちょっと腕ちょっと後ろ、すごい後ろにあるなっていう感じがしますね。でも結構こう動くんですよこれ。こう肘とかロールとかあったりしてこうも動くし、うん、っていう感じですね。でこのバイクのタイヤはここの部分に収納されてたりとか、あとこれですね、この足に使ってるっていうのが面白いなと思いました。うん、でここからちゃんと顔が出てきてるところとかいいですね。まあこの塗装ベタって感じで一つの一色なんですけど、うん、まあ武器もあるのでいいのかなとは思いますね。まあただこう立たないっていうそれくらいかな。うん、結構こうやっぱ見た目的には面白い見た目してるんじゃないかなと思います。このヘッドの部分がちゃんと胸に来てるところとかもいいなと思いますね。うん、それでは次はこっちのクイックリップのを見ていきたいと思います。クイックリップの見た目はこのような感じです。うん、この部分を側にしてこう羽に見立ててるところとか、これが尻尾っぽくなってるところとか面白いですよね。うん、もうこう割り切ってる感が自分は好きですね。このもうバイクのこの車輪持たせちゃう、もう持ってるんですよこれ、外せないんですよ。こう持たせちゃうところとかも、左足にもドカッとこうつけちゃうところとか、これ取れるんですよ頭が。うん、ちょっと本当なんだろう、この、うん、ちょっとねこうかっちりしないところが多いのかなと思いますね。でこの、うん、ヘッドの部分まんまヘッドにしてるっていうところとかもいいですよね。前のフロントの部分、うん、こういう感じで、でちゃんと武器もしっかりあるのでね、こういう銃みたいな、それもいいのかなと思います。でこのロボットのスタイル的には見比べてみると、こっちのクイックリップの方がこうロボットらしさというか、こう、うん、腕と足がしっかり出てて綺麗な感じがしますよね。うん、でどうでしょうか、こう見比べてみて皆さん的にはどっちが好みでしょうか。だから個人的にはこっちのなんか腕めちゃくちゃ後ろにあったりとか、うん、なんかこの顔のこのなんか適当っていうか、なんかこう、うん、感じとかがこうすごい、あ、自分の好きなこうチープトイらしさが出てていいなと思いますね。うん、でこっちもこっちでこう思いっきり側にしてたりとか、顔がこのままだったりとか、
このタイヤそのまま持たせてたりだとかっていう部分も、うん、すごい好きだなと思いますね、うん、やっぱどっちもいいですね、こう見比べてみると、うん、同じバイクのフックトイなんですけどそれぞれいい点があると思いますね、このような感じです。ということで今回のこのバイクから変形するフックトイのレビューいかがだったでしょうか。うん、やっぱりこう見てもこうどっちにもなんか面白い部分があったりとか、うん、こうなんだろう、文化の違いまではいかないと思うんですけどそれぞれちょっと違った特徴が日本と韓国で見れてすごい面白かったんじゃないかなと思いますね、うん、やっぱりこっちの方がすごいポーズは取れるなっていう感じがします。顔も動きますからね、結構稼働優秀ですねこれ、うん、これこれ立てばもう問題ないんですけど立たないんだよな、そこくらいかな、うん、まあ、という感じなので気になった方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。それではここからはレビュー中に話せなかったことなどを話していきたいと思います。すいません、あのこのこっちのやつ立たないと思ってたらこれ変形めちゃくちゃ間違ってましたね。これ後ろでこれカバー開いた後ちゃんとここもう一回閉じるだそうですね。これちゃんと説明書見直したらこう書いてました。こうじゃなくてこれちゃんとこの状態で戻して、で腕を前に持ってきて、でこうですね。だからちょっと腕後ろすぎたりね、いろいろ立たなかったりしたんだなと。うわー、ちょっと今のこれちょっとすごいあれでしたね、問題でしたね、うん、こうするとなんかすごいねかっこいいですよね、めちゃくちゃ、うん、ちょっとこれちょっと大変ですね、うん、次から気をつけたいと思います。すいませんでした。ということで今回このフックトイのバイクから変形するロボットをレビューしたんですけど、こっちめちゃくちゃもうポーズ取れるんですよ。こうやってバイクに乗ってもちゃんとこうポーズ取れますしね、最高ですね、うん、でこのフロントがまんま顔になってるのももう気にならなくなってきましたね、うん、全然違和感ないですね、うん、まあ、っていうので、まあ今回まあなんでこの韓国のやつと日本の比べたのかっていうと、最近韓国のおもちゃすごいこう話題に上がるじゃないですか。っていうので韓国のこういうチープトイとかフックトイとかの現状というか、うん、今どうなってんのかなっていうので、まあ、気になる方がいるかなと思って、まあ、日本のと比べてみたっていう感じですね。どうだったでしょうか。すごい個人的にはこう面白かったなと、この、うん、韓国のが見れて面白かったなと思ったんですけど、うん、なんかやっぱりこうちょっと前の日本のこのメッキ使ったりだとか豪華さっていうのがありましたね。このメタリック使ってるとか、なんかコスト度外視なのかは分かりませんけど、うん、なんかどういうその生産方法を取ってるか分かんないんですけどね、すごい潤沢、チープトイとかフックトイにしては潤沢だし、こうポーズとかもね、いろんなパーツ数使ってるのですごいなと思いましたね、うん、この裏まで塗装されてますしね、うん、ね、っていうので、まあ、この見てみたんですけど、まあ、他にもいろんなチープトイあって、まあ、恐竜のやつとか、うん、日本で売ってるような同じやつかな、うん、もあって、まあそんな変わりはないのかなと思いましたね、うん、特別これがすごいいい出来だったっていうだけかもしれないです、まあ、というのもありましたね。ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。